まるでピカチュウのような任天堂スイッチ対応のコントローラーの紹介です。ホームボタンを長押しすることによって任天堂スイッチとリンクします。このコントローラーを使ってから聖剣伝説3のようなアクションゲームとかもスムーズに快適に操作できるようになりました。またマリオメーカー2もう S ランクになってから全く勝てなかったんですけれども、それはいつも手持ちのスイッチで、携帯型のスイッチの方法でやっていたんですが、このコントローラー形式でやることによって、S ランクでもだいたい勝つ確率がとても増えてきました。画面に表示されているような、アクロバッティングなステージとかに関してはもう絶対このコントローラーの方が、断然やりやすいです。普通の手持ちのスイッチでやっていくとなかなか小回りがなんか効きにくくてできにくかったんですけれども、このようなコントローラーでスーパーファミコンとかプレイステーションのように操作することで、とても快適に操作できています。で、あんまり使うことはないんですけれども、このようなロックマンとかの連射をしたいなという時に、使いたいボタンと連射ボタンを長押しすることによって、連射になります。で、解除するのも同じボタンを押し続けると解除されます。楽天で買ったんですけれども、今のところ新しい任天堂スイッチにはだいたい対応しているみたいです。とても形も可愛いので、今後も使っていきたいと思います。